こんにちは内山康です全豪オープンテニス応援していただきありがとうございました結果としてはご存知の方も多いかと思いますが、えー、フランスのアンベール選手に、えー、セットカウント13で負けてしまいました、えー、すごい、あのー、残念ではあるんですけれども、まあ、その試合の中で、えー、少し感じたことを、えー、お話ししたいと思います まあやっぱりあの、ランキング、相手のランキングが、ええ、昨年かなりグイグイと上げた選手なだけあって、やっぱり試合の特に、ええ、前半、ファーストセット、セカンドセットあたりでは、ええ、まあサーブであったり、ストロークのボールが本当にかなりスピード感があって、ええ、すごい、ええ、自分のリズムをなかなか作らせてくれない、こう、圧っていうのがすごいありました。ええ、まあ、こっちがいい,いいサーブを打っても、 結構すごい、えー、リターンを何本も返してきたりとか、えー、してきて、こうなかなか自分の、えー、が自分が気持ちよくプレイできないような勢いをすごい感じました。まあ、そんな中で、えー、3セット目ぐらいから少しずつ自分の方でもリズムを変えて、えー、まあ、あの、 自分の展開で作るポイントっていうのをどうにか少しずつ増やそうとして、えー、少しずつリズムをつかんでいったなという感じで、えー、3セット目はなんとか食らいついていきタイ、えー、ブレイクでえ取ることができました、まあ、4セット目もえ同じような流れで進んではいたんですけれども、えー、ゲームカウント2、3の時に自分のミスがえ続いてしまってブレイクを許してしまったのがえ本当にもったいなかったなと思います。 まあただ、えー、3セットで負けてしまうよりも、えー、1セット取れたことが、えー、自分にとっても、えー、次にすごい繋がるなと思いますし、まあ、彼とまた対戦することがあった時も、またあの3セットで負けるのとはちょっと違う気持ちで、えー、入れると思うので、まあ、あのそういう意味ではあの1セット3セット目に取れたっていうのは、えー、自分の中でも、えー、負けた中でも良かった部分かなと思いました。 えーまあ、オフシーズンこう2か月ぐらいトレーニングしている中で、まあ、自分なりに今シーズンに向けた課題であったり、えーまあ、もっともっと強化したいところっていうのを考えてトレーニング練習していましたけれども。 まあ正直この試合をプレイした中でやっぱりまだまだもっとえいろんなことが必要でありそれはもちろんなんですけどえもっともっとえこういうプレイをしたいっていうどん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 自分の中でも新しいえ自分の未来像っていうのがやっぱりこういった大きな舞台で試合をすることで見えてきているので今はもうとにかくもっと上手くなりたいもっと強くなりたいっていうもっとできるもっとこういうプレイができる えー、もっとランキング上げられるっていう、そういったすごいポジティブなエネルギーにすごい、えー、満ち溢れています。なので、えー、また、えー、グランドスラムの初勝利はお預けになってしまいましたが、また今年中なんとかクリアできるように引き続き頑張っていきたいと思います。 ルボルンがあるビクトリア州が2月の12日夜23時59分から5日間のロックダウンに入ることになりましたそのちょうどロックダウンに切り替わるタイミングでジョコビッチが試合をしていたんですけれどもその試合の途中から無観客になるというなかなか見ることのないシーンもありました5日間経った後 えー、またお客さんが戻ってくれることを、えー、戻ってこれることを、えー、願って大会も、えー、引き続き行われていくとは思うんですけれども、まあ、本当に、えー、選手としてはなかなか、えー、難しい状況でも大会を引き続き開催してもらえるってことは本当に、えー、ありがたいことなので本当に感謝の一言です。 試合に負けた後、オーストラリアのメルボルに残って練習を続けています。というのも、えー、僕の次に出場する大会が、シンガポールで2月22日から行われる ATP250 に出場するため、オーストラリアに残って、えー、練習をしています、まあ。この期間に、このオーストラリアでの2大会で感じた課題を、えー、自分でも少しでも、えー、次の試合までにクリアにできるように、 取り組んでいこうと思っています。まあ、あの、こちらに残っている間に、まあ、あの、チチパス選手と練習する機会があったりとかしたので、まあ、こっちで、えー、いい練習ができているので、えー、それは、えー、残ってて良かった点かなと思います。また、あの、ダブルスも実はあの、ダニエル太郎選手と、えー、エントリーをしていて、 まあ、あのー、本戦であと一組欠場者が出ていれば、えー、僕らが出場できるという順番まで来ていたんですけど、まあ、あと一組が出ずに、あのー、参加が、出場ができなかったという、あのー、実は、なかなか知られない、こう、惜しいところではありました。<laughs> また、あの、ランキングを上げて、また太郎とも、どこかで一緒に試合が、ダブルスが組めれば、えー、いいなと思います。 また引き続き自分のツアーの方でもどんどん勝っていけるように頑張っていきたいと思います。他にも僕が主催する内山カップという大会も今開催に向けてどんどん動き出しているところなのでそちらもまたこの YouTube でお知らせできたらなと思います。引き続き内居教室をよろしくお願いします。